駅西海病院はドクターカー導入のためにクラウドファンディングを行い、目標の3倍を超えるおよそ5000万円の寄付が集まりました。明日から運用が始まるドクターカーはレントゲン装置も備えていて、骨折の診断のほか迅速な止血やカテーテルを使った処置も可能となります。病院に到着するまでのその時間でかなり状態が悪くなってしまったりとか、亡くなってしまうような年間数例ですけどやっぱりいるんですよね。そういった人たちを少しでも救えるようになっていくんじゃないかなと。今後は交通事故など一刻を争う現場に医師や看護師が駆けつける予定で、救命率の向上や後遺症を残さないための処置が期待されています。